こんにちは。こんにちは、こんにちは。今日は何時公演だ？ちょっと分かってないんですよね。やばすぎ。うん、今日は仕事して夜に愛媛に向かいます。気をつけてきてください。本当に遠いですからね。気をつけてきてください。本当に今日は5時開演ですね。今日も可愛い、ありがとう。ちょっとめちゃくちゃ寝起きの顔してるんだけどね。寝起きすぎる。むくんでます。まだ顔が、喉も開いてないし。ということでですね、まあ昨日2日間のリハを全部ブワーってやってヘトヘトだったんですけど、寝て回復しました。もうダメかも、寝て回復しましたって言おうと思ったんだけどダメかもだった。今びっくりするぐらいぶつけたわ。あと今ハウスダストアレルギーが完全に反応して鼻ムズムズガールです。えぐい。テレビの表記も、あ、昨日はね、愛媛新聞さんとあとテレビ局に表記訪問させていただきまして、また再びね、なんかすごい私がすごい喋らせていただきました。なるんちゃんが昨日本番で表彰も行けなかったので、まあ、るんちゃんの次にジョマラブ関わってる期間が長い私が1年半ほどこのメンバーで、鉄を務めさせていただきました。1年半本当にありがとうございましたっていう係やってました。ずっと一瞬鼻かみます。結構落ちてた。おーっとですか。じゃあそのテレビ見れてないんですよ。そう、なんかいつ放送されるかも分かんなかったし、多分普通にうちはリハ中だったり、今日なの？昨日放送されたのかな？今日放送されたのかな？ちょっと分かんないんですけど、今日放送されたとしたらさやは寝てるし、昨日放送されてるとしたらめっちゃリハ中だし、どちらにせよ無理みたいなノリです。こんにちは。ああ、そう、写真も載せていただいて、新聞の方に。そう、ありがたし。こんにちは。ちょっとね、悲しいお知らせ。エクステ1本取れちゃった。え、これしか挟まってなかったの？髪の毛。これは取れるやろ。エクステ1本取れちゃった。まだ1週間経ってないから、直してもらおうかな。こんにちは。今、富士山上空を、あれかな、飛行機に Wi-Fi があるスタイルなのかな。それ昨日の飛行機マジ全爆睡した。なんかめっちゃさ、めっちゃでもないか、ね、割と朝早くてめっちゃ眠くて、みんな寝てると思ったらみんな飛行機であんま寝てなくて、私が寝てるとこめっちゃ見られてた。だからみんなに言われた、すごい寝方してたねって。こんなやったから寝方。
かわいい、ありがとう。ちょっとめちゃくちゃ寝起きの顔で、今めっちゃねむくんでるんですよ。昨日の夜ご飯がしょっぱかったっていうのもありそう。いっぱい水飲んだんだけどな、むくみそうだから、ちょっと無理でした。これから連鉄見ます。あ、いいですね。もうすぐ始まりますね。ちょっと私は早起き諦めちゃいました。前日が朝早すぎて、ちょっと体がきつくてちょっと無理でした。ちょっと9時半とかに行かなきゃいけなくて、感激する人はあーちょっと無理かもって、そんな早く9時とかに起きれないなと思って諦めちゃった。まあカレンちゃんのテイツ一緒にやってたから見てるしね。今回の役者さんも全員見たことあるしね。見たことあるというか鷹之丞さん以外は一緒にやってるからさ、まあちょっと今回は申し訳ないですが、ちょっと見送らせていただきました。今日も頑張ってありがとう。飛行機でいつも爆睡して、私マジで飛行機超寝れる。飛行機って結構さ、離陸の時とか着陸の時ってこう離陸しますよ着陸しますよのさ、あれでボーンボーンみたいなめっちゃうるさいんですよ。アナって ANA はめっちゃ音めっちゃうるさいんですよ。バーンバーンみたいなさ、それ聞きながら寝れるからね、もう慣れすぎて。そう激ね。ナナナキレンさん言ってね、それさ昨日菜の花見んの忘れててさ、メンバーにさ、あれ今って菜の花咲いてる時期だよねって言ったら、え昨日見てないのって昨日、あ違う、昨日今日見てないのって昨日ね言われちゃった。ピエン今暖かいですか。あでもなんか暖かそうだった。ちょっとまだ外出てないんだけど、天気がバカいい、雲一つない、あすごい雲一つない青空よ。こんにちは。飛行機で移動中音楽聴いてるの？聴いてる。基本さ移動中イヤホンして音楽聴くタイプ。音楽か YouTube を音だけ聴くみたいな。歩いたり電車乗ったり、それこそ飛行機とか。今回はね、あの歌詞を覚えるために前鉄でやる曲ずっと流してたリピートで。そう。こんにちは。やばい、この部屋無理かも。ハウスダストが鼻が終わってる。どうしよう。こんにちは。ちょっと一瞬配信止まります。失礼、配信ちょっと止まっちゃった。失礼しました。こんにちは。すごい半目で止まってた気がする。ごめんなさい。朝ごはんね、さっきすっごい軽く食べました。なんかお腹空いてなくて、昨日夜ご飯がめっちゃ遅かったの。そう、夜ご飯がめちゃくちゃ遅くてめっちゃ残っててまだお腹に、だからお腹空いてなかったから、なんかコーヒーだけ取ってきた。コーヒーとフルーツちょっとだけ食べた。マジそれぐらい。全然朝食という朝食とってないかも。天気いいな今日。全然雲ないんだけど、まあ、雲一つないは嘘ついたけど1割ぐらいしかない空全体の。はいベイビー、はーい。ああ鼻むず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 、
ムズ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 してます。だって眠。松山城はさもう2回登ってるんで、ちょっと今回は見送らせていただこうかなと思っています。マジめっちゃ行ってんのよさ、松もうさ愛媛の観光死ぬほどしてるんですよね。愛媛来すぎてすごいぜ、多分メンバーの中ではだいぶ最多記録。こんにちは。眠いかもしれん。別に睡眠足りてないな。なんか昨日が5時間睡眠なんですよ。で今日も5時間か。やっぱ5時間じゃ足りないんだな、圧倒的に。バカほど眠いもん今。移動の車で寝ます。絶対に寝ます。こんにちは。今愛媛。今日は全鉄コンサートなので、道後温泉は温泉自体には入ってないんだけど、足湯には入りましたよ一人で。ちょっと顔むくみすぎじゃない？どうですかみんな的に、そんなに気にならない？顔むくんでるの。どうですか？こんにちは。寝起きの雰囲気はある。それな。まあでも夕方5時までには顔起きると思うねんな。さすがに。ここから7時間ぐらいあるやろ。さすがに起きると思うわ。こんにちは。結構よくしておきまーす。こんにちは。ああ。出勤前に松屋の朝定でエネルギーチャージ、サリアモーニングとか朝定とか食べる。朝はあんま外食しないんですけど、朝っていうかさ3食全部あんまり外食しないんですけど、ホテル泊まった時は絶対モーニング食べ行きます。あ、自分でホテル取ったらあんま朝食付きなコースにしない、素泊まりにしちゃうんだけど、お仕事とかで今日みたいにホテル泊まらせていただく時は大体その朝食をつけてくださるんですよ、ご厚意で。それはもったいないなということでね、絶対に行きます。だから今日も別にもうちょっと寝てたかったけど朝食食べ行きました。めちゃくちゃ寝てたいなと思いながら、まあ行くかみたいな。こんにちは。こんにちは。眠いよ。お仕事終了。こんな時間にお仕事終了してるの？それはちょっと気をつけてきてください。疲れも溜まってると思うので。でも愛媛でみんなに会えるの多分これが最後になるやろうからめちゃくちゃ楽しみだけどね。
多分みんなが思ってる3倍以上はさやは楽しみにしてるよ、今日のコンサート。ハマちゃんとのツーショット頑張って撮ります。忘れないようにするわ。生写真ありがとう。ゲットというか注文してくれて、届くの待っててね。赤いネイル綺麗だね。なんかあの新聞とかに載ったんでみんなわかると思うんですけど、衣装が前日の衣装が赤だったんで、あの衣装合わせで赤にしました。ちなみに実は赤が好きだから赤にしたみたいなこと言ってたんですけど、まあ赤が好きなのは間違いないんですけど、前日の衣装が赤だったんで赤にしました。おはよう。まあまあ眠いかも。昨日のショールーム楽しかった。ああ楽しいと思っていただきましたか。ちょっと昨日はマジメンバーの楽屋の会話をただ垂れ流す配信になって、全然みんなのコメント読めなかったんですけど、ごめんなさい。まああんまりああいう配信ないので、すごいたまにだったらみんな許してくれるかなと思って、みんなの優しさに甘えてみた。こんにちは。こんにちは。ああ鼻むず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 してるわ。いや寝ちゃうな。こんにちは。うん、声も寝起きやしさ、顔も寝起きやしさ、ちょっと寝とるわまだ。北海道から応援します、ありがとうございます。あの今日愛媛には行けないんだわって人もぜひね、配信ありますんで、配信で応援を飛ばしてもらえると非常に嬉しいです。お待ちしています。こんにちは。コーヒー終わっちゃった。ピエン。こんにちは。おはようございます。おはようございます。頑張ってください。ありがとう。ちなみにあんロケで17期デートが絡んで、さらにあんロケの思い出は、あんロケなんかレギュラー会1回も呼んでもらえたことないんで、レギュラー会の思い出は全然ないんですけど、なんかあのなんだっけ、いつだあれ、山梨か、5周年の山梨のコンサートの時になすなかさんが来てくださって、一緒に、あ待って、あんロケあれか、去年のクリスマスパーティーみたいなのには呼んでもらったのか、あれあんロケですよね。なんかロケするあんロケにめっちゃ出たいなってずっと思ってるんだけど、一回も出れなくて、出たいなって思ってる。そう、でもその5周年の時になすなかさんが来てくださって、なんか一人一人インタビューしてくださったのを覚えてます。あれ楽しかったな。だから山梨が5周年っていう衝撃ね。今だって次8、9周年ですよね。そんな前やばくない。ゆうやさんギフトありがとうございます。こんにちは。明日見に行きます。あ、お待ちしてます。ありがとう。前髪整えるだけで可愛くね。
前髪の重要性感じた今。山梨の川口湖コンが私のエイト現場デビュー。マジか、それは思い出だわ。ロングヘアだと大人の、あ、なんて書いてくれてるか分かんないけど、大人の女っぽいってことですか。嬉しい。でもさ、マジメンバーにロングの方が好評なんで、めちゃくちゃ嬉しいです。お金をかけてロングにした甲斐があるってもんで大人の女感あると褒めてもらったのに、すごいあの田舎っぺの話し方しちゃったじゃん。今日白いね。多分この部屋がさ、部屋のなんか光の入り方みたいながあれかも。ちょうど白っぽいのかも。実際はあんま白くないです。あんま白くないですって弁明もよく分からんけど、結構さ地黒なんで、元が黒いんですよ私。日焼けしててちょっと黒いとかじゃなくて、元の肌の色が割とね、その白くない派なんですよ。黄色い、そう、結構黄色っぽくて、そうなんですよね。こんにちは。やばいさ、今日の髪型結局決まってないんだけど、どうしよう。あ、決まってるわ。昨日みんなに決めてもらったんだ。ゆうなちゃんとかあやねちゃんとかしたおちゃんとかはまちゃんと喋ってる時に、何がいいかなーつって決めてもらったわ。お楽しみに、お楽しみに。はい、外に出れるぐらいの髪の毛にはしました。セットはね、メイクさんにしてもらうので、外に出れる髪型になっていれば OK です。こんにちは。やばい、前髪やるとちゃんと可愛くなるな。寝起きじゃなくなった髪の毛が。飲み物がないからショルもあったらコンビニ行こう。こんな水しかない。飲み物飲み飲み成人だから。私めっちゃ飲み物飲むよね。喉乾くのよ。ちょっと携帯の充電器取ります。あー眠い。気抜いたら眠いわ今日。あ、すごい、外のベンチで寝てるおじさんいる。なんか普通に日向ぼっこしてそのまま寝ちゃったみたいな感じのおじさんいる。お疲れなのかな。よいしょ。こんにちは。今何時、はあ、いつ終わりにしようかな。別にもうちょっと喋っていいな。みんなお付き合いしてください。もうちょっと可愛い、ありがとう。ランランラン聞いて明日フルマラソン走ります。フルマラソンって 42.195 キロってこと。えぐー。うわー、それマラソンとか絶対無理だな。心が折れちゃう。だから私の分まで頑張ってきて。辛くなったら私の顔思い出してください。あー、応援してたなそういえばっつって。そしたらちょっとぐらいはパワーになれると思います。今日ね9度っすね今。だから割とまああったかい方ではあるんじゃない。わかんない、この時期のあったかいが何なのかが全然わかんないんだよ。学生時代持久走苦手だった。いや持久走めっちゃ得意やった。むしろさ、その足遅いから、持久走とかって結構さ足の速さもだけど、基本的には素人の持久走ってさ、その陸部とかじゃない持久走ってさ、やっぱその体力とかさ忍耐力とかもう根気じゃないですか。それはあったから、そのなんか 50m 走とか 100m 走は
本当クラスからクラスで下から2番目とかだったの、遅さね。そう、速さはマジで後ろから2番目とかだったんだけど、持久走はマジ真ん中より上にいたの、ランク順位。そうだから、その忍耐力だけは人一倍あるよみたいな、そういう感じです。だからめちゃくちゃ得意でした。こんにちは。体力あったんだよな。だからそのマラソン、フルマラソンじゃなかったら好きよ。そうでも42キロとかちょっと死んでしまうかも、途中で足折れると思う、軟弱だから私体が。私今無理かも、今足痛めてるから走ったら多分死ぬかも途中でってなるかも。でも体育の授業得意だったランキングつけるとしたら、1位卓球、2位持久走、3位バドミントンだね。卓球はやってたんですげえ得意だったんだけど、持久走はもう忍耐力だけで、他の競技はもうなんか本当にセンスがないから、本当にもう下から数えた方が早いみたいな順位だったんだけど、うまいランキングつけたらね。でもマジ持久走だけは気合で勝てるから、割と好きでした。生まれ持った運動神経があんまり反映されないからすげえ好きでしたね。でもなんかこう校庭のグラウンドをなんかぐるぐる何周もするのは好きじゃなかった、景色変わんないから。学校の外周とかのが好きだった、走るの。学校の外周とかって景色ちゃんと変わるからさ、心が持つ。そうじゃないとね、割ときつかったっすね。冬の体育持久走だった。冬、あー確かに持久走大体冬だよね。まあ夏に走ったら熱中症になるしね。冬の体育はうちは持久走と剣道とバスケと、あと柔道かなみたいな、その持久走か室内みたいなノリだったかな。でも私高校プールなかったから夏も別にやってたような気がするけど、夏何やってたんだろう全然覚えてない。バレーボールとかやってたと思う。夏の体育って何やってたんだろう、私何にも覚えてない。ドッジボール強そう。ドッジボールめっちゃ弱いよ。ボール投げるのマジでゴミみたいなボールしか投げれないから。トラックの長距離は苦しい。トラックの長距離は大変。トラックの長距離運転手の人は本当に尊敬の眼差しで見ている。シャトルランは最高49ですね。ちょっと足遅いんで途中からでについていけなくなっちゃう。シャトルランはね、あれね、根気じゃないんですよ。あれはね、才能だね。持久走とかって別にさ、その遅くてもさゴールすればいいやん。シャトルランってその届かんのよ、時間内に反対の線まで。でも49って覚えてるのすごくない？ちゃんと覚えてる。でも49ね、中学3年とかの記録やねんな。高校でシャトルランやってないからさ、高校の時どのぐらい行けたのかわからん。クロスカントリーはわかんない、やったことないです。知らない遊びというかゲームや。縄跳びはあれは得意よ。全員中に入ってせーの、よいしょよいしょみたいなやつは得意だけど、8の字跳びってわかります？もう勝手に回ってる縄にこう順番にこうやって入ってってさ、こうやって跳ぶやつ、
あれは本当に取れないタイミングが、八の字飛びマジで無理やった。ずっと入れないの。えみたいなずっとやってた。なんかみんながさ飛べないこの時はさ、なんか入るタイミング教えてくれるの。はいはいはい。それがプレッシャーすぎて、あー無理あー無理あー無理みたいなずっとやってた。いや嫌いだったな、みんなに迷惑かけるからマジ無理やったわ。もう本当に大縄とかもう発明しないでくれと思ってたもん。誰みたいな、大縄跳びとかやろうって言い出したらマジ誰と思って、めちゃくちゃ辛かったのを覚えてます。よいしょ。なんか人に迷惑かける競技全部嫌いでしたね。だから自分ができないから、みんなに迷惑しかかけないから、なんか人に迷惑かけられるのはそんなに苦じゃないんですよ。でも人に迷惑かけるのが本当に心がすり減る。そう、団体競技全部嫌いだった。サッカーとか野球、野球はまあやってない。ハンドボールとか、ハンドボール、キックベースとかさ、あとなんやろな、団体競技、バレーとか。あーバスケは絶望的だったね。ドリブルしながら走れないから、そうパスも下手やし、バリボーもちょっとできなかったな。でもバドミントンとかさ、卓球とか個人競技マジでありがてえと思って、もう本当に大好き。しかも卓球はめっちゃ得意やからさ、卓球大好きだったな。でなんか卓球とバドミントンって割と似てるんすよ。でうちの兄ちゃんがバドミントンやってたんで、その家の庭でよくお兄ちゃんとお母さんと3人でバドミントンやってたのね。だからその人並みにはできんのよ。バドミントンが唯一スポーツの中でめちゃくちゃ楽しかったね。だからであのスマッシュとかはあんま打てないんだけど、人並みにできるだけでこんな楽しいんやと思って。運動神経悪い人って体育の成績めっちゃ低いんだよね。え、マジ体育のさ成績ってさ、まあ、先生もつけるのむずいと思うんだけど、結構不公平だと思ってて、その割と才能ってあるやん。全然練習しなくてもある程度どのスポーツもまんべんなく人並みにはできますよみたいなさ、もう天才型、まあ、うちの兄みたいな運動できます天才型と、私みたいなもうどの競技もめちゃくちゃ真剣にやってんのにマジで本当にゴミみたいな動きしかできんみたいな、まあ、才能なし型のこう二択があると思うんですけど、体育の授業って こっち側の才能ある組はもう適当にやってても最低3はつくわけで、ちょっと頑張れば4、5がすぐつくわけで、こっちの才能ない組はすごい頑張ってやっと3なので、4、5はもう夢のまた夢みたいな。そうもうね辛かったな。なんかあの何がその成績辛いかって、別に体育に3がつくことはまあ別にいいんですよ。だって2ができないから、運動できないから別にいいんですけど、その高校中学の時ね、高校受験でその内申点が響くところに受けたくて、私は内申点何点以上じゃないともう足切りされるみたいな高校に行きたかったの、私は。でそのオール4以上必要だったのね。9教科あるじゃないですか、5教科プラス副教科4教科で、で縮36必要だったの内申点が。でも体育が絶対に3しか取れないから、どっかで5を取らなきゃいけないんですよ。それがめっちゃきつかった。何かで5を取んなきゃみたいな、何なら取れるかな、頑張んなきゃみたいな。まあ大体国語で5を取ってたんですけど、国語得意やった。漢字以外、漢字は読めんし、あ漢字は書けん、読めるけど書けん。漢字無理やったな。
そうね、それが一番きつかったっす。そう、別に体育が3取ることは別にその体育だけで見たら別になんともないんだけど、まあそりゃそうですよねってなるんだけど、他で5みたいな、何なら5取れるのみたいな、あのもう本当にあれしてた、苦しんでたね。まあ最終的に取れたんですけど、なんかですね、副教科めっちゃ多かったよな。なんか音楽も私3とかだった。そう、音楽と体育が本当に違うわ。音楽は4とか取ってたわ。美術だ、私の天敵、美術。下手くそな人本当にね4取れないのよ。美術、美術と体育がずっと3なの私、マジでずっと3。うん、取れん美術とかマジで頑張ってたのに、本当に絵の才能ないからマジで取れんくて、だからさ5、2個取んなきゃいけなかったの、いつも。なんか国語と、うん、数学かな、数学、国語数学で頑張って5取ってた気がする。うわ、思い出した、美術本当にダメだったの今思い出しちゃった美術がゴミゴミだったの思い出した。めちゃくちゃ頑張ってんだけど、あまりにも下手だから美術の先生が全然3つけてきたな。結構休み時間に居残りして書いたりするぐらい結構真面目だし、絵好きだったんだけど、あまりにも実力がねえだよ。英語はあの苦手です。でも頑張って4は取ってました。でも英語は苦手です。ちなみに絶対5教科で一番英語苦手です。メンバー漢字弱いって、メンバー漢字弱いね。でも私読みはめっちゃ得意なの。だから台本で読めない漢字とかほぼないんだけど、書きがねあんま得意じゃなくて、でも最近なんかスマホで文字打つと本当に漢字覚えられないなと思って、結構あえてあのなんか文字書くときとかはあえて漢字で書くようにしてる。あの特にお話し会のサインの紙とかに結構さメッセージ長めに書くんですけど、結構わざと漢字使ったりとかして、あの漢字リハビリしてます。漢字書けないのちょっと恥ずかしいなって思い始めてる。試験さんこんにちは、ありがとう。下手だよそりゃ。美術絵心なさすぎて取れない分、座学の筆記テストで稼いでた。なんか美術さ筆記テストのさ採点あんまりなんか反映されてなかった気がする。マジで絵うまい子が5取ってたな、さすがに。なんか色彩感覚とかがやっぱり長けてる子は成績良かった気がする。絵の具そんな色の使い方すんの天才やんみたいな子がいるんですよ。で私が仲良かった子なんか割と絵うまい子多くて、マジ才能にあふれてたの。構図もすごいし色の使い方もすごいしみたいな、なんかあこれが才能かみたいな、さすがにすごかったな。こんにちは。私歴史全部苦手です。同音異義語分かってないと変換しても恥をかく。でも同音異義語の変換ミスは分かっててもパッてやると勝手に変換されて間違えて投稿してから、あーやっちゃったみたいな。さ昨日 LINE でさ、なんか地震って書きたくて、その地震ありますの地震ね、私地震ありますの地震を送りたかったのに、パッて送ってちょっと経ってから LINE パッて見たら、あの揺れる方の地震になってて、あ間違えてる恥ずかしいって思いましたちゃんとファクトチェックしてから送信ボタン押さんとあかんなーってその時思ったね。やってるわ自分と思って。
ょっと恥ずかしい思いした。ちょっとすいません、あの外出する準備そろそろします。しながらぼちぼちそろそろあの配信終わりにしたいと思うんですけれども、カバンの準備できたら配信終わりますよ。何持ってこっかな。メイクポーチはぼっちゃんに置きっぱにしてあるからいいとして悩みます。僕はメガネいらんでしょ。いいな、これで。はい、準備できました。はい、ランキング読みます。ありがとう、朝から付き合ってくれて。13位プニョさん、ありがとうございます。12位チームエイトウスさん、ありがとうございます。11位ともちさん、ありがとうございます。10位ピアノマンさん、ありがとうございます。9位ハッピーサッピーさん、ありがとうございます。8位中心さん、ありがとうございます。7位ヤスさん、ありがとうございます。6位マンダリンさん、ありがとうございます。5位ケンケンさん、ありがとうございます。3位バイコゾウさん、ありがとうございます。3位コクヨさん、ありがとうございます。2位ズーシミケンスケさん、ありがとうございます。1位はゆうやくん、ありがとうございます。朝から朝っていうか、まあ昼なんですけども、付き合っていただいてありがとうございます。今日は前日1日目頑張りたいと思います。またね、バイバーイ。